労働基準監督署、労働基準監督署、労働基準監督署は、労働基準法その他の労働者保護法規に基づいて、事業上に対する監督及び、労災保険の給付等を行う、厚生労働省の出先機関である。略称は、労基署、労基、監督署。労働基準監督署は、都道府県労働局の指揮監督を受け、 都道府県労働局は主に厚生労働省の内部部局である労働基準局の指揮監督を受ける。法律に基づく最低労働基準等の遵守について事業者等を監督することを主たる業務とする機関である。労働基準監督署には監督主務課、労災保険主務課、安全衛生主務課が置かれており、職員は労働基準監督官、 主に監督業務を担当、厚生労働事務官、主に労災保険業務や諸務を担当、厚生労働議官、安全衛生業務担当等からなる。監督事務課は、複数人の労働基準監督官を要し、定期に、また労働者から、法違反の申告があった時はそれに基づいて、労働者の労働条件の確保等を目的として、事業上、会社、建設現場等に立ち入って、 賃金代帳その他の労務関係書類や安全衛生管理の状況を調べ法違反等が認められた場合は行政指導を行う。その他、隠し届で申請の受付や未払い賃金の建て替え払い事業に関する認定、確認などを行っている。労働基準監督官及び労働基準監督署長は司法警察員なので労働基準法違反等の被疑事件について 捜査を行えるほか、刑事訴訟法上の告訴、告発先でもあるがこれらの事件は、警察省生活安全課でも取り扱っている。労災保険主務課では、労働災害労災保険主務課では、労働災害、業務に起因した者死傷病や、通勤災害の認定、給付、労災保険の適用及び、労働保険料等の徴収を行っている。安全衛生収務課では、 労働安全衛生法違反等の是正指導のほか、法違反でなくても、労働災害等を発生させる恐れがある事業上に、対して個別指導を行っている。なお、個別労働紛争解決制度の助言や斡旋は、都道府県労働局の業務であるが、都道府県労働局の職員が労基所に場所を曲がりして、業務を行っている。 各老規所の職員数は相当の差があり、最大の老規所では職員数が100名以上、最小の老規所では職員数が6名である。方面聖書は中から大規模の老規所である。各方面は課に相当する。名称を監督課に変更する予定がある。6つの方面聖書があり、それぞれ大方面、丸は1から6の関数字と呼ばれる。各方面、 各課の業務は分かれているが、各方面と安全衛生課は密に連携を取りながら業務を行う。課政所は小中規模の労基所であり、二つまたは三つの課が置かれている。三つの課が置かれている労基所の課は次の通りである。二つの課が置かれている労基所の課は次の通りである。労基所には労働基準監督官、厚生労働事務官、 厚生労働議官の三つの官名の職員が混在して配置され、これを参観制度、新人次制度では、厚生労働議官は廃止され、日官制度となる。と称していた。労働基準監督官は、労働基準監督官のまま厚生労働事務官、及び厚生労働議官の職務を行うことが可能で、あるが、厚生労働事務官、または厚生労働議官が転換せず、 労働基準監督官の職務を行うことはできない。年々、厚生労働事務官、厚生労働議官は原因され、労働基準監督官のみ増員されているのが現状である。新人事制度では、労働基準監督官が監督、安全衛生、労災保障を厚生労働事務官が、労働保険適用徴収、業務、処務会計に当たることとされて、現在、 厚生労働技官の採用はなくなっている。労働基準監督官は国家公務員2-3種試験より上位に位置づけられている労働基準監督官試験に合格した者から採用され、採用時から特別司法警察職員の身分が与えられる。原則として採用から7年間は全国への移動があり、以降は希望の勤務地に沿うとされている。 よほどの問題がない限り、地方の労働局では所長に就任することが約束されている。昇進、承認も厚生労働事務官、厚生労働議官に比べて相当早く、最短では29歳で、労基所主任監督官、課長に就任することができる。労基所内で厚生労働事務官、厚生労働議官と同一業務に就くことがしばしば、 あるが、検察官と検察事務官のような主従関係にあるわけではなく、上位かたつの職場風土はない。捜査を含めて業務は、基本的に単独で行うが、本省から細かく通達で指示がされるともに、個別案件についても、本省から電話等で、労働局を通して細かな指示を受けていて、業務の自由度は少ない。 厚生労働事務官は国家公務員2-3種試験に合格して都道府県労働局をまとめたブロック単位で採用され、同一のブロック内の都道府県労働局で勤務していく。中には労働基準監督官、通常労働基準監督官試験の合格が必要である。や、厚生労働技官に転換し、労働基準監督所長、安全衛生課長等を務める者もいる。 厚生労働事務官は、書務などの管理部門、労災保障部門、保険関係成立の適用部門、徴収部門を相互に移動し、場合によっては、労働基準の相談、調査部門に配置されて、労働基準監督官の業務補助一部を行うことも、ある。労災保障調査時には、請求者との面接等によって確認して、診療費の支給や、休業保障の支給可否。 障害の等級を定めるので、医学的知識の習得が不可欠であるが、一般の公務員と同じ試験のレベルで、文科系のものがほとんどであり、その知識レベルが高いとは言えない。労働保険、労災、雇用の保険料の徴収に関する事務を扱う、厚生労働事務官は、所管の労働保険の保険料の徴収等に関する法律により、国税徴収法の順用規定がある。 国税徴収法上の徴収職員として、都道府県労働局長から任命され、滞納処分の一環として捜索、差し押さえを令状なしで執行する権限を持つ。差し押さえは頻繁に執行する一方で、捜索まで実施するケースは限定されている。これは他の税金や年金保険料と異なって、金額が少額であることから、 再建差し押さえで完結となるケースが多いからであるが、捜索をする能力のある職員が、ほとんどいないことが主要な要因である。徴収職員である、厚生労働事務官は、各人が独立した権限を持ち、都道府県によって異なる場合もあるが、大無労働局総務部、労働保険徴収部、労働保険徴収課、室と所轄の労働基準監督署に配置されて、 体能処分と体能整理に関する事務を行っている。保障部門も、聴収部門も、専門的な知識が必要である。厚生労働議官は、国家公務員2-3種試験に合格して、都道府県労働局に採用され、都道府県をまたいだ移動がなく、同一の都道府県労働局内で勤務している。現在採用は行われていない。局健康安全課 大規模な労働局では安全課と健康課とに分かれる。と、初安全衛生課だけに勤務することが多く、専門性は高いが、潰しが効かない。安全衛生以外の業務経験がないので、他の業務ができないという問題もある。とりわけ局課長補佐級以降は、就任させるポストがないという事態になりがちである。そのような事態を防ぐために、近年では、若年時から、 厚生労働事務官の業務である、書務会計、労災保障に積極的に配置するようにしているようであるが、逆に厚生労働技官の専門性が向上しない、厚生労働事務官に比べると慣れない業務への移動が多いといった不満も出ていて、参観の中では、冷や飯食いの立場にある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。